はい、どうも皆さんこんにちは、つなぎゃぺでございます。お久しぶりです。こんにちは。はい、というわけでね、今回はですね、まあ僕ちょっと2週間ぐらいいなかったんですけども、はい、ちょっとね、まあちょっと今からね、ちょっと2週間もね放置しといて言うことじゃないんですけど、僕つなぎゃぺはこの動画をもちまして YouTube の方を引退します。というのは嘘です。はい、嘘です。はい、というわけでね、ちょっと2週間かな、動画は分かんないけど、2、3週間ちょっと動画投稿がねできませんでした。申し訳ございませんでした。理由をねちょっと言う前に、動画投稿やめちゃったっていうか、まあパソコン使えなくなっちゃって、まあ、理由としては、まあ、別使えたんですけども、テスト週間があったんですね。まあ自分高校生なんで、一応テスト週間ぐらいはね勉強しないとちょっとねやばいことになるんで、まあそれがあってちょっとね2週間ぐらい私お休みしておりました。本当ね、知らなかった方にはね迷惑かけたと思ってます。申し訳ございませんでした、本当。はい、というわけで、まあ2週間ぐらいねテスト週間がありまして、まあ、それをねやって今この状況なんですよ。というわけでね、はい、思ったんだけど、こうやって毎回ねあるじゃないですか、こうやってテスト週間の時にいきなり消えちゃったり、まあそういう時があるんで、まあ一応ツイッターの方では言ってるんですけども、ツイッターとかやってない方いるんで、まあ、YouTube の方でねこうやって、月1ぐらいでのペースで一回お知らせ動画的なの作って、その中でまあ見る人あんまいないと思うんですけど、お知らせ動画面白いこととかあんま言わないからね、あと内容っていうか別に動画としてもただ話してるだけだからね、1ヶ月に1回ぐらいなんかそういう、例えばこの次の月は何かありますみたいな、そういうねことを話す動画をねこれからはちょっと作りつつ、まあ、普通の動画もやりつつみたいな感じでやっていこうと思います。というわけでね、まあちょっとこれがお知らせしたかったのでね、今回この動画を上げました。明日から、あ、わかんない、今日の2本連続で出すかもしれないけど、明日が今日からまた動画投稿再開していくんでね、ぜひ皆さんぜひね見てください。そして登録お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ僕は元気なんで、はい、まあね、ちょっとテスト週間明けで僕ちょっと弱いんですけど、まあ気持ちの面ではね、まあこの2週間パソコン禁止してゲームがやりたかった、そんな中で必死に勉強してきたね、その力を見せる時が、あ、元気で示すんで、はい、よろしくお願いします。意味わかんねえわ。はい、というわけで、まあこんな感じでお知らせ動画を毎回やっていきます。ではね、はい、次の動画でまた会いましょう。バイバイ、みんな。